はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。大人気のディアパソン 183E が入ってきました。結構状態のいい 183E ですよ。ご覧ください。こちらになります。ディアパソン183、見えますか？ E って書いてありますね。製造番号64683になりますね。全体としては結構綺麗です。傷もね、擦り傷はありますけども、ゴンと当てたような当て傷はあんまりないですね。全体的にはこんな感じですね。はい、足のところにちょっとゴツンと、多分これ椅子をぶつけましたね。これ椅子の出し入れの時に結構ね、みんなぶつけるんですよね。そういう状態ですね。弦の状態も綺麗ですね。はい、響板にちょっと傷があります。はい、これは何でついたのかな。響板割れじゃないですよ。ちょっと傷ありますけど、まあニスの部分のね、ちょっと傷なので、なんでこんなとこつくのかな。お掃除した時についたかもしれませんね。この中のホコリ取るのにシュシュッと工具を入れますからね。それでついたのかもしれませんね。全然影響はありませんのでね、もう全部正直に写しときますね。いいも悪いも、ここの減り具合を見るとちょっと引いてはったかなとね、フェルト類はね、って感じで引いてるということは響板は多分なると思いますよ。聞いてみてください。やっぱりね、ディアパソンの音ですね。太いですね。まろやかさを含んだこの鳴りっていう感じですね。はい、和音で聞いてみましょう。優しい音ですね。まろやかにふわっと優しくね、ショパンでも弾きたい方、ディアパソンの 183E のこの製造番号、このピアノを狙われたらいいと思いますよ。ドビュッシー、ショパン、その辺ね、弾きたい方、まあもちろんどんな曲でも合うんですけどね、音色はまたご希望に合わせて調整はできますけれども、まあこのもともと持ってる個性というかね、それがこんな響きだということです。ディアパソンの 183E のご紹介でした。それではさようなら。